フランシスコ・ラバル・バレラは、スペインの俳優、映画監督、脚本家。1950年代以降のスペイン映画を代表する男優の一人である。スペインのムルシア県アギラスの生まれ、スペイン内戦が勃発すると家族で、マドリードに移住した。1942年に、生活のために、電気技師として撮影所のチャマルテンスタジオに出入りし、ラファエル・ヒル監督に見出されて、 早くとして映画に出演した。その後、舞台経験を経て、1950年から本格的に映画俳優として活動した。スペイン映画だけでなく、外国映画への出演も多く、ルイス・ブニュエルの監督作品には、ナサリン、ビリディアナ、ヒルガオの3本に出演。他、ウィリアム・フリードキンの、恐怖の報酬、ペドロ・アルモドバルの、アタメなどに出演した。 1984年に、無垢なる聖者で共演したアルフレッド・ランダと共に、第37回カンヌ国際映画祭男優勝を受賞した。AB、世界映画大辞典日本図書センター、2008年6月30日、P933、プレムオス・デル・シー・エシー・エイ・ラ・プロデュクション・エスパニオーラで1953、 シアクロデエ・エスクリートーレス・シネマトグラフィコス二千二十年二月五日、閲覧。プレムオス・デル・シー・エイラ・プロデュクション・エスパニオーラで千九百五十七シアクロデエ・エスクリートーレス・シネマトグラフィコス二千二十年二月五日、閲覧。プレムオス・デル・シー・エイラ・プロデュクション・エスパニオーラで千九百六十一 シアクロデエ・スクリートーレス・シネマトグラフィコス2020年2月5日、閲覧。プレムオス・デル・シー・エイラ・プロデュクション・エスパニョーラで1990。シアクロデエスクリートーレス・シネマトグラフィコス2020年2月5日、閲覧。メダレス・デル・シー・エイラ・プロデュクション・エスパニョーラで1999。 シアクロデエスクリートーレスシネマトグラフィコス2020年2月5日閲覧ありがとうございます。